でも面白いね。一人では多分無理だけど、誰かに付き添ってもらえればおもろい。だって付き添う、そんなの。すぐ行く。何人まで一緒に行けるの？PMC は5人まで。でも5人で行くと、これ誰？え、敵？敵か、これ。絶対ないよね。そこでね、引き金を引くタイプと引かないタイプにね、大きく分かれるね。びっくりして撃っちゃうかも。俺は引けないタイプなんだよね。で、味方に引かれるタイプ。前の赤ちゃんとやった時はね、5秒ぐらい命乞いしたことある。ずっと体に打たれながら、あ、それ俺ね、それ俺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 だな。やったやったやった、ごめん、それ俺だ。スカブモード行ってみる？何それ。ここに。さっき倒したスカブたちいたじゃん。うん。だ、自分たちがあれになるモードがあんのよ。え？ NPC の中に潜り込めんの？その状態で漁れんのよ。これがマジで一番大事なんだけど、スカブモードではスカブを倒しちゃいけないのね、絶対に。倒すと誰が敵か分かんないよ。で、最初分かんないから。でもスカブ撃ってこないから、俺たちもスカブだから撃たなくていい。じゃあ撃たれたら撃てばいいんだね。そう、撃たれたら撃てばいいし、もう最悪もう撃たない。 EMC だったらもうしょうがないとして、相手がピースカだったらね、ね、あの、下がってやんのって思えばいいから。あのね、あのね、日本語で喋ってもらってもいい？俺たちがやるのが今からプレイヤースカブ、うん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 、人が入ってるスカブのことをプレイヤースカブって言って、うん、だからさっきピースカって言ってたんだ。あ、そうそう、そうだよね。覚えてる、記憶力もいいね。センスあるね。最高だ。うっとうすぎだ。ちゃんと褒めろ、褒める次は。さすがにか。方言難しいね。ピースカ同士もね。方言やめてね。だからタルコフ方言が難しいな。アリサカぐらいになるとロシア語で話しかけてくる。雰囲気で真似しながら喋ってたら、本当にロシア語喋れる人だと思われて。アリサカさん、ロシア語喋ってくださいとか CR フェスで言われたじゃん。スパシーバーとか言って。私でも結構わかるよ、ロシア語。ニマゴーってわかる？え？わかんない。それはできないみたいなあれだよ。へぇ、何ポニョが了解だよ。なんかでもそれ聞いたことあんな。これね、アバ、アバでね、知ってる。アバ、そうなんだ。アバロシア語なんだよな。じゃあ向いてるね、タルコフや。関係ね。センスあるな。ふぅ、何をお食べになるんですか？片手で食べれるものを食べようと思ったんだけど、つけ麺っす。いぃー、つけ麺ま、つけ麺いいな。やばい、でも始まる後にしよう。あ、でももういいよ、スカブモード適当にやっていいよ。待って、結構いい。何が？うん、ハイパイじゃなくて、なんて言うんだ。ハイパイ。何やってますか、あなた。配られた物資が。え、なんでもう見えるの？え、もう始まってない？ SSD？ うん、ノー SSD。 待って、開花板開く。待って、ショットガン。回復とかもね、ないからね。もう撃たれたら血出てそのまま死んだりする。終わりなんだ。なんかエロそうな店ある。そんなことなかったわ。なんか PMC の方が先に湧くの。うまいとことかはね、PMC が先に漁ってるみたいな。漁ってるんだ。これが本当のゴミ拾いってこと？そう。これはね、ガチのゴミ拾い。トイレ。入ってら。違うよ。ねえ。あれ、パパどこ行った？パパ。2階か。2階上がった。パパ。の。は？あれはあれだ、お前。この人でも絶対プレイヤーだよね。これね、スカブだね。ピースカかな。いや、多分普通のスカブ。え、普通にスカブこれ。え、プレイヤーじゃないスカブだとしたらマジこいつやばいぞ。うわー、びっくりした。いいね。これギターとか持って帰れないの？持って帰ってどうする？弾く。あれ、先生どこだ？外出たらいる。いない。いた。いた。え、怖い。何ここってなんかあんだっけ。え、マジで怖いんだけど。ここ、歌歌えるよ。さっきのギター持ってくる。うん、弾き語りする。ここでベイド君が、うん、俺が。うん、こぼれ落ちちゃいそう。それ戦車。え、怖っ。早っ、戦車。なんかストレッチハンマー出た。結構お高いんですよ。いい、持って帰りたい。これも面白いね。俺はね、怖くてずっとこのモードだけやってた。綺麗な空。急に死ぬからね。こういうの歩いてて急にスナイパーに抜かれて死んだりするんだよな。パンとか言って誰か倒れ込むから。ちょっと危険だけど、美味しいとこ行く？行く。知りたくない。
こが結構人気スポット。あ、うん、やめてね。うわっ、なんでバンってやったの今。開かないところはね、よっしゃい、こうなる。みんなどこ行っちゃったの？勝手に行かないで。すごい雨、お天気雨。狐の嫁入りだ。おしゃれな言い方しますね。おしゃれな言い方なのかな。狐の嫁入りっても知らない人いそう、普通に。あ、俺バカだから今無視してたわ。ほら、お友達。お友達だ。なんかいい。気まずそうにしてる。帰ってった。一回帰ってもいいね。死ぬのかな俺。知らないで。俺なんか怖いな。3人で帰りたい。帰りたいんだけどな。やばいとこでバイトの。タスクやり行くか、一番やばい。あ、やばい、ぶつかった。あ、やばい、ぶつかった。なんでここ通れないの？カバンから切断されました。守れ！お願い、帰らせて。あ、戻ってきた。あ、また落っこちた。戻ったぞ。これ拾って。拾った。間に合うかな？走るぞ。わからない。行けー。やばい、下の山。こんなとこで落ちちゃったら大変だ。急げー。これ、これは守れない。おい、いるとこやばすぎ。あ、ひなーの死んじゃった。ごめん、ひなーの。いや、いいんだ。守れなかった。いいんだ。俺が悪いんだ。今の一瞬で経験値が1万。ボス倒したから？ボス経験値がでかいんだね。いいなー。でも代わりにひなーののアーマーと武器持って帰ってきたよ。やったー。アリサカの武器一生持って帰ってきてるから。俺のボックスがえぐいことになってってる。え、アリさんも死んじゃったの？うん。ファームされてる今、もしかして。アリさんを連れてくことによってプラスになるんだ。ヒナーの3歳のドッグタグ。ドッグタグ、名前とかで分けて売れたよね。こう昔売れたね、ドッグタグ、うん、へー。ストリーマーのドッグタグ、高値で売れる。売れそう。いっぱいあげるのに、そんなの、うん、俺たち無限生成できるから、金策できる。ナイフしか持ってない。俺ナイフすら持ってない。なんかここだね、いつも。いつもの取引会場で。こちらがヒナーのセットになります。はい、ありがとうございます。もしヘルメットなかった。ヘルメットなんてなくていい。てか顔に当たったら死ぬんだからどうだっていいな。そう。よければいい。シュッシュッシュッ。とか言って俺が死んだりしてね。それやめてね。ガハハ。フラグ立てんのやめてね。はい。すいません。いった。一人やった。外から撃ってきたやつやった。わ。じゃあ一回漁るか。勝った。よしよし。手なくなった。でも腕生えてくるんだ。シャンクスもこれで直したらいいのにね。あるね。うるさいな。見えないからやめる。いい。いいね。ちょっとじゃあスカブ一体頑張って倒すか。あ、いるいるいる。あれスカブ。なんか音楽鳴った。てんてかてん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 。おい、じゃあ車で帰ろう。怖いよ。なのさ、ここで伏せときな。ここお尻を向けとく。俺もそこに埋まる。じゃあ俺もその後ろにいとく。ねえ、見えない後ろ。大丈夫、見るな。振り返るんだ。見るな。これ絶対お前に弾は当たらない。死ぬなら俺ら。俺らは分からん。これグレ来たら全員死んじゃうよね。そうだよ。うい。こなれてきた。まあまあこなれてきましたよ。このマップは地雷があります。爆発します。あー、なんかメトがさ、アンドゥトロワーのとこです。タルコフの切り抜きに取り上げられてたやつね。はい、例のマップです。例のマップか。ここがさすがにでも地雷なんか踏むわけがない。一緒にしないでいただきたい、彼女と。一番前走る。いや、知らないマップだから。まあ確かにね。一旦まだわかんないから先生がいますから。せっかく先生がいますから先生の後ろにやはりついていかたた行きたいと思いますよ。いたたた。ここはどこだと。すごい、あのすると、ね、銃声が聞こえるんですけど。大丈夫大丈夫大丈夫。この武器じゃ無理そうね。これさ、2人だよね。森の中でさ、迷子になってさ、目の前にいる人が違う人だったらどうしよう。なんで俺は前にいるんだ。なんだこのルートは。足をやった今。痛い。みんな。あ、大丈夫大丈夫。今先頭にいるのは誰ですか。あ、私です。私です。こっちがレイド君でこっちがアリさんだよね。俺はまた前にいるじゃないか。